皆さんこんにちは。今日はアイウェオ700さんとナチュラル9さんについてお話ししようと思います。アイウェオ700さんはもうネットの有名人なんで特にまあ説明する必要もないと思います。で、ナチュラル9さんっていうのはアイウェオ700さんと仲良くなった人なんですよね。友達になった方なんですよね。で、なんか2人でお寿司を食べに行ったとかいうね、動画も上げてらっしゃるっていうことで、アイウェオ700さんしばらくちょっとネット上に登場しない時期があったんで、またネット上にね連れてきてくれたっていうね、すごくありがたい方ですよね。で、私はこの間もちょっと言ったんですけど、アイウェオ700さんはどこか山下清に似てるなっていう感じがします。雰囲気とか、行動とか、社会的な存在感というか、そういうのがちょっと山下清っぽいところがあると思うんですよね。で、私はですね、ナチュラル9さんは車虎次郎にどっか似てるなっていう気がします。顔つきとかね、雰囲気とか喋り方とか表情とかがね、似てるような気がします。で、ナチュラル9さんもアイウェオ700さんとの動画をもっと数上げたらね、登録者数とか増えると思うんですけど、なんか最近は誰々の妹ですとかね、誰々の弟ですとかね、ああいう系の動画はなんか4、5本ぐらい上げてらっしゃったと思うんですけど、ああいう系の動画はね、面白くないからね、はっきり言ってね、やめた方がいいと思うんです。で、昨日か一昨日あたりからチャリ旅、大阪を目指して自転車旅を始められたみたいで、まさに車虎次郎みたいですよね。旅から旅への旅ガラス、車虎次郎。やっぱりね、旅をして、車さん、虎さんみたいだなと思ってたら旅を始めたから、ますます虎さんみたいだなって思って。で、愛知に住まれてるんですよね、ナチュラル9さん。アイウェオ700さんと同じ愛知に住まれていて、で、自転車で大阪を目指すっていうことで、私かつて滋賀県に住んでたんですよね。で、愛知から大阪を目指して自転車でっていうのがかなり行きにくいなっていうのがあるんですよね。で、どうやら愛知から三重に入られたみたいで、その後なんか山の中に夜の山の中に迷い込んだみたいな動画を上げられて、その後どうなったんやろうなっていう感じなんですけどね。怪我とかはないとは思うんですけど、ちょっと心配にはなっております。で、自転車で大阪を目指すってなると、かなり道が、あの辺りあんまり抜ける道がね、相当調べてから行かないと、道が、なかったり、あとあっても危ない山道だったりするんじゃないかなっていうので、かつて住んでた私からすると非常に心配してます。このチャリ旅ですね、ぜひ成功して、やっぱりね、見てて面白いですよね。いろんな、旅の途中でいろんな出来事があるっていうね、男はつらいよの世界、まさにそのままです。で、またね、アイウェオ700さんと、コラボして、で、近況を知らせてくれたらいいなと思っております。ということで、これからも期待しております。では、ご視聴ありがとうございました。